こんにちは、トーマです。ゴゴゴトレジャードラゴンスコアアタックやっていきましょう。まだね、始まったばっかりなんで絶対これがね正しいっていうやり方はまだわかんないんですけど、とりあえず覚醒日の神使ったパーティーと、あと使わないパーティーで、難易度的には最初はちょっと難しいやり方なんですけど、徐々にプニ力いらないやり方で攻略していきたいと思います。まずはこちら、今回のスコアボーナスの説明なんですけど、まずワルノリンが 140% で、ゴーキングデッドが 50% で、下の2体は 20% かな。なのでまあいつも通り行けばゴーキングデッドはいらないこといった感じですね。ワルノリンさえいればなんとかなるといった感じです。ということでパーティー紹介いきましょう。パーティーこちら、まあ、これはもうねみんな大嫌い、僕も大嫌い、ニコデカプニ生成ですね。で、覚醒日の神をアタッカーにするといったパーティーです。ただね、これできないっていう人も次のパーティーはね全然別のやり方で攻略するパーティーなんで安心してもらって大丈夫です。で、ワルノリンはもう完全に飾りで入れてるっていった感じですね。で、これでやるときは絶対に黒い妖怪ウォッチつけるの忘れないようにしてください。ってことでまずこれでやっていきましょう。 GO! まあでもハイスコア出すんだったらどうなんだろうな、このパーティーが一番出るのかな、おそらくは。でもちょっと嫌なんだよねこれ、一番嫌なやつですねスコアタの中で。で、今回あれですね、ワルノリンがいるんで降ってきやすいやつがねワルノリンついてるんでいっぱい降ってきます。激辛棒を痛めて、あとは覚醒日の神のプニが多いときはね最初にある程度消してもらった方がいいと思います。これでいいのかな、まあ、一応 OK で、二色整地して久々すぎて忘れたまである。あ、で、ここであれだよね、ループを安定させようと思ったら覚醒日の神をつなげると2サイズにしていって、こんなもんでいいかな。で、あとは13にしながらループしていく。12で、この辺ボーナス玉で確認しながら12回で覚醒、あ、なんか遅くなったな、まあいっか、12回、まあこの辺はできるだけいきましょう。まあ、1回しかしないです、ミフィーバーとかはしないです。11 12 13 OK。 13 OK。 やばいな、2秒。まあ、で、もう1回行ってつないでフィーバーかな。オッケー、まあまあ最低限最低限で、この辺をボーナス玉を利用しながらサイズをチェックしていく。今左下が13だったね、確かなんで大丈夫。オッケーオッケーオッケー、左上もオッケーだね、13か14だった。で、ここボーナス玉潰して、あー11だね、右上が。これダメだ、ああ OK。 ちょっと早かったのか、12、左下12だね。あ、でもボーナス玉があるんで OK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 。もう一発行きたいな。あー、フィーバーには入んなかったけど、これもうあれだね、ワルノリン打っても多分入んないんで、そのまま終わりましょう。素点が4700万。あ、1億はいけるね、1億ちょいですね。で、ワルノリンのボーナスで 140% ついてますね。これで26位、
はい、ってな感じで、まあ上手い人だったらね、もっともっといけると思うんですけど、まあ1フィーバーの中でなるべく多く打とうと思ったらこのぐらいのスコアなのかなと思います。ってことで次のパーティー行きましょう。パーティーはこちら。次のパーティーはスピーチ姫ですね。さっきのパーティーとはもうガラッと変わるんですけど、あとワルノリンを入れてるっていう感じですね。まあ、これでも多分ある程度いいスコアは出せると思います。何しろね、さっきのやり方より簡単だと思うんで、これでやっていきたいと思います。で、2フィーバーでいこうかな。3フィーバーはさすがに難しいし、俺もできないと思うんで、もう普通につなぐだけですね。キラコマに比べれば難易度は下がります。下に溜めなくていいんで。ただ全員の技は溜めといた方がいいかな。これで、で、フィーバー入ると、ワルノリとスピーチ姫、両方打つんで、結構そのタイミングは難しいです。なので、何回も溜めといた方がいいかな。OK。48秒。余裕ですね。で、これで攻撃力アップ打って、多分ね、まあ先にスコアアップ打って、ここでワルノリンを先に打った方がいいと思うんだけどね。で、早めに切り上げます。まあこんぐらいで。スピーチ姫めっちゃ長いんで、打ち切れなくなっちゃう。めっちゃ長いんで、こいつ技の打つのが。あ、ギリギリだった。今でフィーバーギリギリ入りましたね。で、スコアが2000万弱。で、これをもう一回やるっていう感じです。キラコマに比べると、まあ普通につなげるだけなんで、3回打ちとかできる人は絶対できるかなと思います。2回しか打てない人でも、ピーチ姫だったらいける可能性はあるかなと思います。プラチナが。まあちょっとゆっくりいこう。余裕あるんで。OK。これで2フィーバーはいけますね。ここを早く切り上げないとね、本当にスピーチ姫の技入んなかったら全然スコア乗らないんで。クリクリでいけるな。 OK、 これで終わりだね。よし、あとはまあ流していきましょう。これでスコアが3600万かな。でボーナス入って9000万。まあ技マックスだとうまくいけば1億出せますね。スピーチ姫でもこんな感じで、さっきのね、覚醒日の神のニコデカプニ生成うまくできないっていう人はスピーチ姫一度試してみたらね、そっちの方がハイスコア出る可能性もあるんで、スピーチ姫でね、ちょっと試してみてください。はい、ってことで、じゃあ最後やっていきましょう。パーティーはこちらです。はい、ってことで、最後は覚醒日の神の一色聖地パターンですね。まあ一番プニ力はいらなくて、スコアも低いとは思うんですけど、でもね、まあ技レベルによると思うけど、我の輪さえ持ってれば、このやり方でも、全然ゴゴゴトレジャードラゴン、もらえる位置にはね、入れると思うんで、やっぱり一番重要なのは、我の輪を持ってるか持ってないかかなと思います。一色聖地も簡単なやり方でやります。覚醒日の神を最初貯めないやり方ですね。なのでもうとにかく覚醒日の神以外の国をつないでいきます。もちろんこのパーティーやるときも黒い妖怪ウォッチつけるの忘れないようにしてください。このやり方だったら難易度はねかなり下がると思うんで、でもちょっと消さなきゃ無理かな。まあ、ボーナス玉もなるべく残していきたい。 OK、 何回貯めて、あー OK ですね。ちょっとボーナス玉が1個しかない。ちょ、ワルノリンでなんとかしたい。もう1個ぐらいは出したいな。あとは整地して OK、 13で出るでしょ。 OK、もうちょいフィーバーゲージを貯めておきましょう。あ、やべ、覚醒日の神繋いじゃった。ちょっと時間ロス。オッ
OK、大体 OK。ちょっと秒数がないけど、まあまあこんな感じでいいでしょう。これであとはボーナス玉で、まあちょっとだいぶ適当だけど、まあ、こんな感じでいいでしょう。スコアアップ打って、あとはなるべく打っていく。うわきついな、これサイズがちょっと、サイズがちょっときついな。あ、ワルノリン打てないな。うわ、あーこれもう一発は最悪でも打ちたい。あー、オッケー、まあワルノリンちょっと打てなかったけど、まあ今のやり方だったら、ある程度やり直したらね、苦手な方でもできると思うんで、これで2300万ですね。で、スコアがまあ6000万ぐらいということで、まあまだね、ボーダーとかわかんないですけど、これは全然入れると思うけどね、このぐらいで。はい、ということで、3パターンやっていきましたけどね、まあ、自分に合ったやり方でやるのが一番かなと思います。たださっきも言ったようにね、ワルノリンさえ入ってれば、どのパーティーでやるにしてもね、まあもちろん技レベルによりますけど、景品もらえる順位までは入れると思うんで、まだワルノリン仲間にしてないよっていう人はね、まずワルノリン仲間にするところから始めた方がいいのかなと思います。はい、ってことで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ。